ターニャ・コルベは、ドイツ出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ステファノ・カルーゾ、サーシャ・ラーベなど。2014年、ソチオリンピックドイツ代表。2015年10月21日、第一子となる男児を出産した。2016年9月16日、恋人の男性と結婚した。6歳の時にスケートを始める。2003年から2006年にかけてパウル・ボルト。 カップルを組み、ジュニアグランプリシリーズに出場。2006年からは、サーシャ・ラーベとカップルを組み2008年のドイツ選手権では3位に入った。2010から2011シーズン、イタリア出身のステファノ・カルーゾとカップルを結成。アイスチャレンジでシニアの国際大会で初めてメダルを獲得。2011から2012シーズンは、NRW 杯で、 国際大会初優勝を果たし、ドイツ選手権では2位。初出場の欧州選手権では12位。大会終了後、コルベがイタリアとドイツ両国での練習に負担を感じたため解散。その後改めてカップルを結成し、ミラノでのバーバラ・フーザルイコール・ポリ、ベルリンでのレネ・ローゼ、オーベルストドルフでのマーティン・スコット・ニッキーの場合でのイーゴリ・シュピリバンドの4カ所を練習拠点と決めた。 2012から2013シーズン、ドイツ選手権では2年連続で2位、欧州選手権では8位、2013から2014シーズン終了後に再び解散、練習拠点の問題によるものだと報じられたが、それについては否定をしている。また引退も発表し大学での勉強とコーチ業を行う。ありがとうございます。